どうもボルコです。アキです。よろしくお願いします。いや、お久しぶりです。久しぶりっすね。お久しぶりです。いつぶりだろうっていうぐらいだね、ほんとね。最後に言ってたなんだっけ。フジテレビ。フジテレビ。あー、そうだ、取材裏のやつだ。お元気でしたか、皆さん。元気でした。元気でした。何やったんですか、最近。仕事ですよ。仕事ですそうですね。仕事ですね。ほっぱら仕事ですね。なんとか生きてます。はい、全然生きてますね。で、今日は、はい、終わりですか。はい。生きてるよ、生きてるよ。生存確認動画ではないです。はい、違いますね。はい、ニコキッチンさん、はい、ニコキッチンさん、ニコキッチンさんから、はい、多分もうまあ皆さん分かってると思います。ニコキッチンさん、売れちゃったんですよね。お店ね。そうです、そうです、ね、ちょっと今、結構前で辞めちゃって亡くなったんですけども、はい、その時、まあ、カイさんとちょっとお話しして、はい、その時に、まあ、いろいろ話をしたんですけども、冷蔵庫は余ってるんですけど、ガスさんで使っていただけませんか。お、いきなりですねって、本当に。いきなりだ。朝、おこいさんだと思って電話したら、冷蔵庫しかないですかって言って冷蔵庫って、どの辺の容量ですかって。まあまあでかい、数量はでかいやつで、いや、うち置く場所あったかなと思って、今日、持ってかなきゃいけなくて今日使うみたいなどんだけ急なんだと思って、マジっすかって、ちょっと時間回っていいですかって、サイズだけ教えてくださいって言って、撮影を教えていただいたら、なんとかうちに入りそうだと、急遽ね、ニコキッチンさんから冷蔵庫をちょっと、預かっていただいたというか、預かってる形になるんですけども、今日はその冷蔵庫の紹介ですかね。なるほど、はい、冷蔵庫の紹介ですね。冷蔵庫の紹介なんですよね。冷蔵庫の紹介というのもあるし、まあ、いろいろとちょっとお話できればなと思いましたので、なんでちょっと早速じゃあ冷蔵庫の見てみましょう。はい、どんな動画だよって。どんな動画なんだっていや、ね、この二人、飯作らんな、ね、最近作らんなって思ってるね。ばっかりだなって思って顔出してからそんなばっかりですね。じゃあ冷蔵庫行ってみましょう。はい、行きましょう。失礼します。はい、ここですね。はい、なんか見覚えあるでしょ、これ。せんべいのテラス。せんべいのテラスですね。外、裏口のドアの入ったところですね。に、はい、置いてます、これ。これ、まあまあでかい。まあまあでかい。でも、ぴったり入ったね。ぴったり、超ギリだったね。カイさんに何センチって言われたかな。言われたサイズで測ってたら、それよりちょっと大きかったの。実際は、実物が。寸大もっとでかいじゃんって思って、カイさんでかいじゃないですかみたいな。寸大まあでもなんとかギリ入ったみたいな感じなんですよね。いいですね。で、上が冷凍庫、で下が冷蔵で使ってるっていうね。なんか感慨深いですよね。これニコキッチンにあって、カイさんとか中野大さんが使ってたんだなって思って、そうですね、感慨深いなって、その大事に使わないといけないなって感じてますね。で、まあいただいて、今すごく重宝して、そう、あんまり空いてない。あんまりね、横浜で今、横浜で今ね、全然忙しいから、本当に忙しいし、嬉しいですよね、今ね。本当そうですね。かなり役に立ってますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。って感じで、まあでもこれ、ちょっと、はい、となんかこう、まあ無機質というか、はいはい、ガフっぽくないなと思って。ぽくないですね。なんかちょっとまあ手入れたいなと思って。話しようかな。アッキーさん、なんか書いてくるの。はい、アッキーさん、なんか書いてくるの。書く今なんか出た。なんかってあれだ、出たよ。ニコキッチンって書いてくるんですよ。あ、はい、ニコキッチンっていう、なんかその要は、ニコキッチンのニコたまに名店があったんだよっていうのが、なんかこう残せればいいな。なるほど、なるほど。思って、お客さんがこれ見てニコキッチン何って言われたら、説明もできるし。あ、なるほど。で、カイさんがいつかね、違う形で復活させるみたいな話もしてたんで、
それまでお預かりしてる形なのでっていう感じだから、うん、まあニコキッチの名前はちょっと消さないという。ああ、ほとんど。ニコキッチの日は消さないみたいな。そういうことでしたら、そういうことでしたら、はい。ぜひ。書いてますか。はい。行きますか。行きますか。じゃあよろしくお願いします。はい。カエルディッシュ。はい。はい。はい、行きましょう。これ冷蔵庫の側面のところね。カウンターに座ってめちゃくちゃ見えるホールから。そうだね。どこに向かう？ああ、上かな？上。上の、あ、そうだね、そこら辺がいいかも。ああ。ああ。ここにじゃあ。そうですね。いいですか？行けますか？行きますか？これがアッキーだろうと。これがアッキーだろうと。アーティストの。頑張ります。じゃあファーストテイクですね。はい。一発撮りで。一発撮り。はい。はい、じゃあお願いします。はい。はい。あ、緊張するわ。いいね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ニコジャンマークね、ニコピッチのニコね。あー、いいね、東京アラトラン。あ、これはもう分かるね、確かに見てくれたらね。そう、すごい、すごい、すごい。ありがとうございます。これでね、ニコピッチの名前がね、スピーチ。残せるね。残せるね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ぜひ見に来てください。カエルディッシュ。はい。いやー、よかったですよ。緊張したけど。さすがだな。いやー、ちょっと緊張したわ、ほんとに。絶対に俺にはまでできないぞ。めちゃくちゃ字汚いんで。で、まあ、よかったですね。ニコキッチンさんから、うん、そうですね、預かってる形なので、まあ、カイさん、いつかね、中野太さんと、違う形で、ニコキッチンで名前で出すかどうかわからないんですけど、違う形でなんか、ね、また復活したいみたいなことはおっしゃってたので、うんうんうん、それまでにね、うちでこう預かって、うん、で、またそのね、どっかの店でオープンした時に、冷蔵庫を開始するっていう感じなので、まあ、ニコキッチンのね、意思は受け継いで、はい、やっていけたらいいなと、はい、思ってますね。勝手にね、勝手にね、こちらの、ね、アラートラン仲間というか、倉之助さんもですけど、大地さんもこの前、ね、大地さんが来たし、いろいろと繋がっているので、あとまあね、この前ほっこりさんも来ていただいてね、はい、その後わざやさんもね、わざやさんも来ていただいて、はい、で今度はね、僕らもね、お伺いしたいなと、はい、忘れてないですよ、その後の東京アラートラン、はい、教えていただきたいです。実はほっこりさんがね、もう決まってたんですよ、撮影日、はい、ただやっぱりその緊急事態宣言がね、発生されて、ちょっとまたリスケし直しになりましたので、必ずそこら辺はお伺いして撮っていきたいなと思いますので、はい、まあちょっといつになるかっていうのはこれからまたね、忙しくなってきて、撮影自体がちょっと今撮れない状況なんですけども、まあ必ずこれはやっていこうとは思ってますので、皆さん気長にお待ちください。はい、そうですね。すみません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。って感じですかね。そうですね。はい。カエルディッシュ。最後カイさんに一言あります。カイさん？はい。カイさん。中野太さん。中野太さん会いたいですね。まずそこですね。カイさんはまた芋焼酎飲みたいですね。ですね。一緒に飲みたいね。うん、寂しそうでね、あの時のね、じゃあそろそろ帰りますねって言ったら、いやいや、まだ残ってます。そうですね、帰りましたね。配信が最後ね、裏側ね、そうそうそう、そんな感じだね。面白かった、もうちょいいんじゃないみたいな。もうちょいいたらいいじゃんみたいな。海さんもお待ちしておりますね。お待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、この感じですかね。はい、はい、久しぶりでしたね。なんかね、本当に久しぶりで、本当にね、待ってる方、まあいるか分かんないですけども、一人でもいる。ね、すごく
更新配信のね頻度は減っちゃったんですけど、絶対 YouTube 続けていこうと思ってますので、はいはい、時間できたらすぐ作りますなのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、でこれからもね、うん、ビットガフ、はい、ニコビッチ三つ指つきますもうよろしくお願いします近くに行きますね。ありがとうございました。ありがとうございます。また。